第17回日本レコード大賞は1975年12月31日に帝国劇場で行われた17回目の日本レコード大賞である。なお、同年11月9日にはノミネート歌手を発表する75日本レコード大賞は誰に第1次審査発表を開催サンデースペシャルで放送した第17回の大賞は ふせ明のシクラメンのカ、堀りに決定した。ふせ明は初の受賞。なお、大賞の発表は大阪忍が務めた。最優秀歌唱賞は、五木博ひろし。前年第16回に続いて2年連続の受賞。この年から1977年までは、大賞候補ベスト10と称する10作品の中から歌唱賞が選出され、 さらにその中から大賞と最優秀歌賞賞が決定された。これが1978年以降の金賞の前身となった。この年の大賞候補ベスト展10作品は、伏せ明のシクラメンの歌、堀、五木博のちくま川、野口五郎の私鉄沿線、南沙織の人恋しくて、小柳ルミ子の歌詞、森慎一のああ人恋し、 内山田まとクール5の中野島ブルース、西条秀樹のこの愛のときめき、沢田賢治の地の過ぎゆくままに、八代ろ秋のともしびである。最優秀新人賞は細川隆の心残りと岩崎博美のロマンスとの激戦となり、細川の心残りが受賞した。視聴率は 2.7P 下落の43.0%。また、この年からは、 近畿地区でのテレビ中継のネット局が朝日放送から毎日放送に変更された。当時人気絶頂の新語三夜のうち、郷ひろみだけがいかなる賞にも漏れた。大晦日の放送では小川アナウンサーがわざわざ里に今どんな心境かとインタビューする場面もあった。里は翌年大衆賞を受賞し、新語三夜三人揃ってのエントリーを果たす。大阪は当時、 東芝ファミリーホール特ダネ登場の司会を務めていたが、この日の同番組は大晦日スペシャルイヤーエンダー75のため休止された。ありがとうございます。